ブリテンの戦士時代では、ブリテン島、アイルランドにおける人類の土台から期四43年のローマ軍進行までの人類社会の推移を解説する。ブリテン島は8500年前までにはヨーロッパ大陸から分離し島になっていた。この時代のブリテンには文字がなく、従って歴史資料は皆無である。遺跡、化石からいくつかの事柄がわかっているが、 不明な点や論争が起こっている点も未だ多い。島が大陸と陸続きになっている間に人類がトライし、ブリテン島の豊富な鉱物資源を大いに利用してギリシア地域と交易を行うなど反映していた。ブリテン島の旧石器時代は1万年前までである。この間、幾度かの表記と魔表記があり、気候、環境の変化が見られた。この時期の人類は、狩猟、 最終によって生活していた。そして獲物である動物を追って陸続きになっていたブリテン島に渡ってきたアシュリアンと呼ばれるハンドワックス。アフリカからヨーロッパまで広く分布しているホモエレクトスの骨、石器がノーフォークおよびサフォークで発見されている。当時ブリテン島とヨーロッパ大陸は陸続きになっており、テムズ川とセーヌ川はまとまって一つの川になっていた。 ボックスグローブなどでは、50万年前の方もハイデルベルゲンシスの化石が見つかっている。彼らは、打性石器、白片石器及びハンドアックスを用いて、トナカイやマンモスなど、大型動物を食料としていた。サイやゾウなどを集団で追い込み、沼の中や崖の縁まで追い込んでから仕留めたと考えられている。45万年前から30万年前にかけて、 アングリア氷期が訪れると、ブリテンから人類はいなくなった。極度の寒さが人類の生息を許さなかったものと推測されている。続く北寸環氷期には再び気候は温暖になり、サフォークなどでクラクトニアンという石器が発見されている。ニレやハシバミの混合落葉樹林や草原が広がり、草食獣や肉食獣もブリテンに戻ってきた。これを追って、 人類もやってきて、クラクトニアン型と呼ばれる石器で槍を作り、狩猟をしていた。人類は少なくとも25人以上の団体で行動し、動物を追って移動していた。その後また表記に入り、ツンドラとなったブリテンから人類は去ったが、その間の比較的温暖な時期には、ブリテン南部に来る者も,もいた。ケントでは25万年前と推定される人類の、 頭蓋の断片が発見された。しかし人類が住んでいたという痕跡は少なく、イップスウィッチ間表記を通じて、時折人類がやってくるという程度であった。6万年前頃から、ネアンデルタール人がブリテン南部に住むようになった。彼らが永続的にブリテンに住んでいたのか、それとも大陸から時々やってきては去るという生活だったのか、未だ明らかにされていない。 2002年、ネアンデルタール人に駆られたマンモスがノーフォークで発見された。ケントでは彼らが住んでいたと思われるホラー穴が見つかっている。3万年前にホモ・サピエンスがブリテンにやってくるまで、ネアンデルタール人のブリテン居住地域は限られていた。この時期の化石としては、ウェールズでレッド・レディ・オブ・パビランドと呼ばれる赤土を塗って埋葬された男子の化石が有名である。 およそ2万9千年前のものと推定され、この時期はオーリニャック文化と呼ばれる。最後の寒冷期は7万年前から1万年前に渡るリベンシャー表記である。この間人類の痕跡はまばらであるが、同時に陸続きとなった大陸から少ないながらも人類が渡ってきていた。1万5000年前頃から気候は温暖になり始め、 次第に落葉樹がブリテンを覆うようになっていった。温暖化に伴い海面が上昇し、ブリテンが島になったのは8,500年前もしくはそれ、以前と考えられている。クレスウェリアン文化は、ブリテンの人類最初の文化と言われる。12,000年前頃に現れた、この文化は、動物の骨や歯、貝殻そして造毛などから、道具や装飾品を作っていた。さらに彼らは、 こうして作った道具、送信具をかなり遠い地域にまで運んでいた。デボンのホラー穴で発見された石器は1 6 0キロメートル離れたソールズベリー山であったことが確認されている。このほか、石器などの往来はスカンジナビア半島にまで及んでいた。当時の人類がかなり遠くまで移動し道具を作るためのキットを常に持参していたであろうと言われる。 当時食料となる動物は、野生の馬やアカシカなどが主流で、それがいなければ、ノウサギからマンモスまで、何でも、狩猟の的になった。彼らの埋葬方法は、死体の皮を剥ぎ、骨ごとにバラバラに分割して、ホラー穴に葬るというものだったと推測されているが、証拠は十分ではない。一方で、化石の発見のされ方から、食人習慣が存在した可能性も指摘されている。 彼らはまた、骨を削って描いた絵も残しており、精神文化の発展を見て取ることができる。ストーンヘンジブリテンが島となってしばらくすると、人々の生活様式が、がらりと変わった。それまでの狩猟、採集を、主とする生活から、濃厚、牧畜による生活になっていった。さらに土器が作られ、食料の貯蔵が可能となった。魔性石符や石臼、さらには、 最小の建築物も,も作られた。こうした変化は一般に新石器革命と呼ばれ、ブリテンでは紀元前5000年の4000年頃に始まったと考えられている。ブリテンの人々は牛、豚を飼育し、小麦、大麦を栽培していた。こうして収穫された小麦、大麦は石臼で挽いてパンにするか煮てオートミールのようにして食べた。初期の農耕は 焼き畑を行って、灰の中に種子を巻き、自力が減退すると土地を移すという略奪農法で、普段は移住生活をして、収穫の時に戻ってくるという移住生活だった。やがて家畜が農耕にも活用されるようになり、カラすきを引いて土地を深く耕すようになった。さらに農耕に手間をかけるようになると、次第に定住生活に移行していった。住居は、 円形や方形など一様でなく、穴を掘って柱を立て、その間に、板や枝、藁を吹き、土を塗って作られた。新石器時代の中期になると、再使用の石踏みが作られた。ドルメンメンヒルクロームレックアリニュマンなどが、ブリテンのみならず、西ヨーロッパ各地に見られる。クロームレックの一つであるストーンヘンジも、この頃から製作が始まったと考えられている。 濃厚の到来に伴うこれら巨石記念物の担い手はハプログループ G2 a と考えられ、また元来からの狩猟採集民であるハプログループ I も混在していたようである。なお、ミトコンドリア DNA の解析によればサマセット州チェダー教国で見つかった化石のミトコンドリアは現代ヨーロッパ人の11%と一致している。ビーカー文化の分布ズビーカーブルテン諸島の 青銅器時代は紀元前2600年頃に始まったと考えられている。インドヨーロッパ語族のビニカー人が大陸から流入してきて、この地域に金属器を伝えた。同期青銅器の使用によって人々の生活に大きな変化をもたらした。青銅器時代に陰謀系ハプログループ R1 ビットが到達したと考えられる。 紀元前2600から1900年頃を指す。大体紀元前2600年より、後のいずれかの時期に、ブリテン島に、ビーカー人が、初めてトライしてきた。ビーカー人は、同期と金城ビーカーを扱う人々で、定住跡がなく、住居跡はどれも臨時に作られたものばかりであることから、ドローの民であったと推定される。彼らはイカケや、イモノシ、公益商人などとして、 ブリテン諸島各地を渡り歩きながらビーカーや金属製品を普及させた。ビーカー人は特に金装飾に高い技術を持っていた。仮装が行われビーカーと共に埋葬された。彼らが各地の先住民とこのような交流を行うにつれてブリテン諸島全体に商品経済の概念が普及した。同期は武器、農耕器具に使われ、 労働生産性の向上とともに、ピーカー人の領域拡大を助けた。ただ、労働生産性の向上は、その定義によって、労働分配率の低下と同義である。一部の人々が、個人的な富の蓄積を増大するようになり、地元住民の間で、富の格差が拡大した。これは、各地の社会の垂直構造の確立につながり、ブリテン諸島は、 部族国家軍的な社会となっていった。ビーカー人は同時に選手でもあった。当初は単なる流浪の民であり、先住民の住む各地を回って細々と商売をしていたと見られるビーカー人たちは時代が下るごとに先住民の社会を経済的手段ないし、軍事的手段で同化吸収し、彼らの社会構造はブリテン諸島全体を支配するようになった。 ウェセックス文化大愛悲この時期のうち、特に紀元前2000から1650年頃を、特に、ウェセックス文化大愛悲という、ピーカー文化の当初の社会構造が廃れていき、新しい社会構造が生じていく時代である。ウェセックス文化はの場合は、例えば部族のような一つの集団の上層から、下層まで広がった垂直的な文化を示すのではなく、 その時代のその地域の複数の部族のそれぞれに存在するとある社会層に水平的に広まった文化を意味する。この場合は当時のブリテン諸島の各社会の上流層に共通する文化である。ビーカー人がもたらしたビーカーや金属加工品は地元住民の社会の上流層に普及したのである。この時期はビーカー人の活躍によって先住民の社会や文化が 大いに刺激された時期である。石材の加工や運搬の技術が発展し、ストーンヘンジの第2期から第3期にあたる。それまでは小さな祭礼施設であったストーンヘンジが巨石建造物として大規模化されたのはこの時期にあたる。ただしこの時期のストーンヘンジの増築には以前の時代と異なり、もはや歴学的な意味はほとんどなくなった。また、 商品経済の普及で富の格差が広がって社会の階層化が進み各地の部族が勢力を拡張するようになった。支配層は非インドヨーロッパ語族の地元民から出た可能性もあるがいずれにせよインドヨーロッパ語族のトライ人が上流階級の社会において少なくとも非常に重要な役割を果たしていたであろうと思われる。この時代は大陸との交易もより活発となった。 当時のインドヨーロッパ五族のヨーロッパにおける中核ともいえる中央ヨーロッパのウーニエチセ文化との間で交易関係があったことがわかっている。紀元前1650から1400年頃はウェセックス文化の大通期にあたる。移民の勢力が政治力を拡大しブリテン諸島の支配を確立していった時期であったものと推測されている。おそらく大ヤ域よりも前。 ビーカー文化の当初の紀元前2600年頃から、イカケや、イモノや、公益商人として、ブリテン諸島に出入りしていた、ルローミンのビーカー人たちが時代を下るごとに定住化して、富を蓄え、彼らの社会構造が、地元のヒンドヨーロッパ語族の人々の社会を支配、徐々に政治的に同化吸収するようになったものである。したがって、ビーカー人が、 インドヨーロッパ語族のケルト人であったことは、ほぼ間違いない。この支配拡大の手段が、経済的なもののみであったのか、それとも、武断的であって、武力で服属させるのが、一般的であったのかどうかについては、現在でも議論がある。しかし、分子生物学を用いた、調査結果によると、ブリテン諸島へ進出していった頃の彼らは、人口の面では、 地元民と比較して圧倒的な少数派であったはずである。その後の時代でも少なくとも断系の根血が社会全体に広まることはなかった。彼らは地元民を社会的に同化吸収していったが、これは不景的な血統の相続によるものではなく、単なる社会構造の電波現象だったようである。彼らは貴族層となったはずであるが、彼らの子孫は 圧倒的な社会的少数派で世代が下ろうとも社会の仮想に降りてくることはまずなかった。彼らの社会構造はこのようにしてブリテン諸島全体に水平的に拡大していった。同時にケルトン語派の諸言語が様々な地方的なマまりを伴ってブリテン諸島全体に拡大していった。金属加工の技術が飛躍的に向上しよくできた工芸品や武器が 服装品などとして多量に残されている。広い地域で貿易を行っており、未経年の銀器、金器も見つかっている。またこの頃、銅に鈴を混ぜて、青銅を作る技術、鋳型によって大量生産する技術が急速に発達した。コーンボールやデボンの鈴鉱は豊富な埋蔵量があったため、活発に採掘が行われ、大陸に輸出された。 ウェセックス文化大愛機と異なり、この時代の人々の間では、巨石建造物の建設への興味は、急速に失われていった。例えばストーンヘンジは、その当時でも、未だ最例の施設として使われていた可能性もあるが、この時代の初めの紀元前1600年頃に、作られた Z 群の部分の囲いを最後に、目立った衣装が付け加えられることは、もはやなくなった。 この頃から、ブリテン諸島の広い範囲で、それぞれ大きくまとまった、諸部族となった。彼らは、鉱物資源などを求めて争い、戦争も起こった。焼け落ちた防災も時折発見されている。未だ判明していないことも多いが、おおよそ以下のような生活をしていたと考えられている。ありがとうございます。